極めて初期のポータブル灯油ストーブポータブルストーブとは、特別に軽量コンパクトに製作された調理用ストーブであり、主にキャンプやピクニック、登山や軍隊の行軍等において携行され、住居から遠く離れた場所での調理や暖房等の目的で使用される。時に野外病院における湯沸かしや野外でのケータリングサービスにおいても使用される重要な備品ともなる。 ポータブルストーブの歴史は古く、19世紀にはすでにいくつかの形式のものが発明されていた。その後様々な形状のものが開発されて現在に至っているが、基本的なデザインは19世紀末から20世紀初頭にはほぼ完成の域に達しており、現在に至るまで当時のデザインを踏襲して販売を続けているモデルも多い。ポータブルストーブは使用燃料により、 固形燃料ストーブ、無加圧もしくは、加圧式液体燃料、ストーブ、ガスカートリッジ式、ストーブ、スピリッツストーブなどに分類される。ツイヤー、エスマジックストーブ東洋で中世以前から存在した、焚き木などの木材を燃焼させるヘッツイヤ焚き木ストーブ、炭などを燃焼させるシチリンや火鉢等を除いては、歴史上初めて登場した、ポータブルストーブは1849年に、 フランスの EN アレクシス・スイアーが発明したスイアー S マジックストーブが初の事例とされる。スイアー S マジックストーブの構造は灯油ランプを元にしたもので灯油タンク内に浸された芯を伝って毛細管現象で燃料がバーナーに供給された。最初の加圧式ポータブルストーブはブロートーチをベースにしたケロシンを燃料とするもので1892年に スウェーデンのフラン・リンドク・ビストによって発明された。このストーブはプリムスストーブと名付けられ、極地探検や鉱山への登山にも耐えうる高い信頼性と強力な熱量を発揮する性能を持っていた。プリムスストーブは比較的構造が簡素であったことから、今日に至るまで幾多の会社から同様の機構を持つ無数のストーブが開発される母体ともなった。プリムスストーブ自体は、 その後数度にわたる販売会社やブランドの変遷を経て、本家としての系統は途絶えてしまっているが、現在でも、ほぼ同様の機構を持つストーブが各国で販売され、続けている。日本企業による製品として今日も残るものとしては、吉川製作所のマナスルと、ケ井バーナーが製造するパープルストーブが著名である。その他の燃料を使用するポータブルストーブとしては、アルコールや、 ホワイトガソリン、プロパンガスを使用するものが今日でも広く見られる。アルコールを燃料とするアルコールストーブは極めて簡素な構造とその軽量さからハイキングや登山に用いられる。アルコールストーブの中でも著名なものはスウェーデンのタランギアの製品であり、1919年に登場した。なお、アルコールストーブは小船等の木造船においては安全性に配慮して、 アルコールではなく、灯油を用いて使用される場合もあった。しかしこういった特別な安全性を重視する用途では、アルコールストーブは今日ではより安全性が、高く高性能な交換カートリージ式のガス式ストーブにとって変わられている。高性能な加圧式、ポータブルストーブは、軍事用途でもしばしば用いられた。兵士が戦場で携行する軍需品として、最も有名なものは、 第二次世界大戦中にアメリカのコールマンが開発した GI ポケットストーブである。GI ストーブは自動車用ガソリンで動作するように設計されていた。戦後になるとガソリンを燃料とするポータブルストーブやランタンは民間にも広く普及し、専用の燃料としてナフサを主成分とするホワイトガソリンが自動車用ガソリンに代わって広く使用されるようになった。 キャンプ等に傾向されるバックパッキングストーブとしての用途に特化したものとしては前述のプリムスストーブから発展したスベア123が世界的に著名である。今日の加圧式ポータブルストーブの中には機械機を交換することで1台で複数の液体燃料に対応した製品も見受けられる。これらのマルチフューエールストーブは世界旅行の際に 様々な国の燃料事情に対応できるものとして重宝されている。高性能でかつ足したような燃料に対応できるポータブルストーブの開発はある側面では自然環境にも良い影響を与えた。バックパッカーと呼ばれる低予算で旅行を行う旅人の間ではヨーロッパでは1950年代にアメリカでは1960年代頃から ポータブルストーブを積極的に携帯して使用する機運が芽生えてきたとされる。それ以前のバックパッカーの自炊、暖房手段は多くの場合、焚き火を集めての焚き火であり、バックパッカーが多く出入りする地域の地面には焚き火の跡が数多く残る光景が見られた。焚き火の跡は全く後処理を行わなかった場合、自然環境下でも完全に消え去るには数年を要するものであったため、 旅行先でこうした破壊された景観が多く見られたこともバックパッカーの間でのポータブルストーブの普及を後押ししたと言われている。ポータブルストーブによる焚き火の減少は景観の保護のみならず山火事の予防という意味でも非常に重要な役割を果たすものであった。ポータブルストーブの登場当初は大半が液体燃料ストーブであったがその後エスビットに代表する 固形燃料の登場を経て、液体燃料ストーブ、固形燃料ストーブに大きく二分されていた。その後、ガスカートリッジの登場、普及が進んだ現在では、運搬や管理の容易性、安全性や入手性の良さから、ガスストーブへの置き換えが急速進んでいる。なお、家庭用カセットガスとアウトドア用コンロの接続には、アダプタが必要になる場合もあるためその点には、 留意が必要。定番のコールマンストーブ、ポータブルストーブと一言で言っても大きさと過半性はそのストーブの設計により大きく異なる。日本のガステーブルと異なり、欧米の台所に置かれる定置式ストーブは文字取り人力では運搬が不可能なほど巨大なものである。こうした定置式ストーブを基準に人力で運搬可能な大きさのストーブは一括して、 ポータブルストーブとして分類されるため、ツーバーナーストーブのように、バーベキューのために持ち運び使用するものもこれに含む。ポータブルストーブの中でも最も小型のものは、バックパッキングストーブと呼ばれるもので、トレッキングや自転車旅行の参加者が背負うリュックサックに容易に収まる程度のものであり、重量も非常に軽量に作られている。バックパッキングストーブは、バーナーヘッド、燃料タンクと、 ごとくから構成され、場合によっては三脚などを持つものもある。必要最小限のスペースに収めるために、折りたたみが可能な構造を取るものもある。重量はストーブにより、様々で、最も単純なアルコールストーブで1から2オンス程度、MSR 製タンク別体系加圧式ストーブや、ガスカートリッジ式ストーブなどの場合は燃料を、含まない状態で11から14オンスから1ポンド、 前後である。このためリュックサックを背負い一人で徒歩で移動するような旅の場合にはシングルバーナータイプのアルコールストーブが最も携帯に適しているとされる。ポータブルストーブの中でも特にキャンピングストーブと呼ばれるものの場合、自動車やオートバイ、ボートやカヌー、あるいは乗馬などの乗り物に乗った複数人の参加者が使用することを想定してシングルバーナーの場合には 大型のバーナーヘッドや燃料タンクを備えた重量0.5から 1kg 前後のものが使用される。この程度の大きさまでのものは携帯型ストーブとしての扱いを受けることもある。また、キャンピングストーブにはツーバーナーと呼ばれる台所に置かれるコンロによく似た折りたたみ式の大型ストーブが用いられることもある。ツーバーナー式キャンピングストーブは風防や強固な三脚が備えられ、 大人数での旅行にも十分に対応できる性能を有していることが多い。キャンピングストーブは非常に多くの種類が存在するために使用者の移動手段などにより最適な大きさや性能のものが選定されて使用される。このクラスのものになると個人単位で持ち運ぶことは難しくなるため携帯型ストーブというよりも下半型ストーブと呼んだ方が適切である。 トランギア製シングルバーナーアルコールストーブ詳細はアルコールストーブを参照アルミやき管を用いた自製アルコールストーブアルコールストーブは液体燃料ストーブの中でも最も簡素で軽量な構造を持つバーナーは燃料タンク部と一体構造でありバーナーの熱が直接タンク部分に伝わってタンク内のアルコールの気化が促進され燃焼状態が維持されるなお 一般的には、アルコールストーブというと、蒸気のような液体燃料式を指すことがほとんどで、あるが、固形燃料化されたアルコールを用いる、固形燃料ストーブも、抗議の意味では含まれうる。アルコールストーブの最大の特徴は、極めて小さく軽量であるという点に尽きる。そして極めて簡素な構造のため、どんな環境でも、確実に作動することも長所である。そのため、 海外のバックパッカーの装備スタイルである EN、ウルトラリットバックパッキングにおいては、装備を極限まで軽量化するために、液体燃料式、アルコールストーブが好んで使用される。また、固形燃料式、アルコールストーブは、コンパクトな上に、固形燃料の大きさによって、燃焼時間がある、程度制御できるため、緊急時の非常用燃料としても多用されている。 アルコールストーブの既製品で最も著名なものは、軍需品としての採用実績もあるスウェーデンのトランギア製のシングルバーナーストーブであろう。同社の製品は、個人用、シングルバーナーのみならず様々な用途に適した大きさのアルコールストーブが揃えられている。固形燃料化されたアルコール燃料としては、EN、スターの射精のジェル状アルコールが著名である。 このジェル状アルコールは工術の加圧式、液体燃料ストーブのプレヒート作業に使用されることも多い。なお、アルコールストーブはアルミ缶等の円筒形のプルトップ缶を用いて自作することも可能である。そのため、海外ではアルコールストーブのことを EN、ビバッチキャンストーブやペプシキャンストーブスと呼ぶ場合がある。ツーバーナーのスピリッツストーブ、熱出力自体は ガスストーブよりも弱いスピリッツストーブとは燃料にスピリッツを用いる大型ストーブである。燃料タンクはバーナーの横または後方に配置され自然流下の形でバーナーに燃料を供給する。そしてバーナーヘッド自体の熱でスピリッツは気化が促進され燃焼状態が維持される。スピリッツストーブは アルコールストーブと比較して耐火力であり、プレヒートなどの作業も他の液体燃料式ストーブと比べて簡易なことから伝統的にプレジャーボート等の船舶に備え付けられる下半型ストーブとして多用されてきた。しかし近年ではより耐火力で燃料の管理も楽なプロパンガス式ストーブに置き換えが進んでいる。スピリッツストーブの構造は プリムスストーブの構造にややる維持している。最初に燃料のスピリッツを少量出してバーナーの下部のプレヒート皿に蓄え、プレヒート皿のスピリッツに着火する。プレヒート皿からの熱でバーナーヘッドが熱せられ、ヘッド内のスピリッツの気化が促進されると、Z 状の炎が噴出するようになる。スピリッツストーブは外見や 燃焼音のみを見ると加圧式液体燃料ストーブのような印象を受けるが実際には燃料タンクには加圧を行っていないスピリッツはガソリンと比較すれば安全な燃料であるがキャビンの容積が小さい小型ボートではこのようなものであっても火災のリスクとしては無視できない要素であるためその使用には最新の注意が払われることが常である固体燃料ストーブとは 燃料に、焚き木や固形燃料等の固体燃料を用いるもので、ある。単純な焚き火とは異なり、固体燃料ストーブは、固体燃料を金属製の容器で包み、三脚や底板などで地面と炎とを分断する構造を持ち、なおかつ EN、ビリーキャンやその他の調理器具を、保持可能なお得に類する構造を持つものを指すとされる。 固体燃料ストーブの大きさやデザインは、ごく小さな固形燃料を用いる、簡易的な携帯ストーブから、焚き出しなどの大規模な水産を行うことに適した、下半型焚き器ストーブまで様々である。ほぼストーブのように、缶に穴を開けて、焚き木をくべるだけの簡素なものも多いが、近年のより複雑な固体燃料ストーブの中には、ロケットストーブのように二重核壁と燃焼室を持つ構造で、 木質ガスを発生させ、これを燃焼させることで優れた熱効率とよりクリーンな肺炎を実現した高度なものも登場してきている。詳細は S ビットおよびメダールデヒドを参照 S ビットのパッケージ。ストーブとして使える金属ケースに固形燃料タブレット入りの紙箱が収納されている。軍需品としての採用例も多く、特にドイツ連邦軍では個人装備として 原用中ポータブルストーブとして用いられる。固形燃料には大きく分けてアルコールやメタノールをジェル、固体状にしたものとヘキサメチレンテトラミント1、3、5トリオキ酸を単体もしくは混合して固体化したものに大別される。後者の例で著名なものは第二次世界大戦中にドイツで開発されたエスビットでありメタルデヒドを固形化したスイスメタと並んで 代表的なブランドとなっている。S ビットのパッケージには専用の折りたたみ式、金属製ケースが付属しており、このケースを展開して、紙箱から取り出した適量の S ビットを置いて点火することで、ポータブルストーブとして用いることが可能である。ただし、アルコール系以外の固形燃料は保存性や着火性を重視している反面、ススなどが出やすい傾向があり、 その蘇生によっては人体に有害な残砂やガスが残ることがあるので注意が必要である。比較的効果であり、決して経済的とは言えないが、用途によってはアルコールストーブを超える小型化が可能であり、軍隊のレーションに固形燃料が付属した兵士に音色を提供する手段とされることも多い。これによって、それまで個人経口装備であった。 バックパッキングストーブを省略できた例もある。焚き木ストーブ及び EN、ウッド、バーニングストーブも参照焚き木ストーブは全てのポータブルストーブの中で最もシンプルかつ最も古くから存在する木材由来の固形燃料を用いるストーブである。日本では定置式焚き木ストーブとしてダルマストーブやいろり、ヘッツイが用いられ、 過半可能なものとしては木炭を用いる火鉢や七輪などが存在するが、欧米ではトレッキング用の過半型焚き木ストーブがポータブルストーブの普及当初に広く用いられた。これらのポータブル焚き木ストーブは単なる燃焼管ではなく、焚き木という燃料が持つ熱容量を最大限に利用するための特別な工夫がされていることが多かった。 このような焚き木ストーブはとてもシンプルで、乾木や廃材の多い場所で使用する場合に限れば、燃料代がほとんどかからない長所がある反面、いくつかの欠点も存在する。まず、燃焼の電波が体重と燃料の配置の遺憾によってのみ左右され、燃焼機器の空気穴の配置が不適切であったり、燃料の積み方に不具合があると、片萌えや立ち消えを起こしてしまう可能性が高い。また、 液体燃料ストーブがバルブによって燃料供給量や火力を調整するのに対して焚き木ストーブは焚き木の投入量のみで火力を制御しなければならず、きめ細かな火力調整にはある程度の熟練を要する。その上、焚き木が燃焼する際にはある程度以上のススが発生し、ストーブや調理器具が黒いススで汚れてしまう。燃え残りの灰などが ゴミとして大量に発生することも問題となる。燃焼効率自体も焚き木は、化学熱力学の観点上は、すすや灰の内部にいくらかの熱エネルギーを保有し続けるために、いくばくかの熱エネルギーは利用されないまま放棄されてしまう。バイオマス資源が豊富な北欧、北米では焚き木ストーブで陶器の暖房、調理をまかなう家庭も多い。最近の焚き木ストーブは、 触媒や二次燃焼システムなどを用いて、煙に残る化学エネルギーを燃焼させ、燃焼効率を高めているために進む、煙による大気汚染は大幅に軽減されている。近年は、組み立て式の軽量コンパクトな小型焚き火ストーブが普及しており、ネイチャーストーブ、あるいは焚き火台と呼ばれることもある。現在は、キャンプ場も含めて、 地上での焚き火が禁止されているケースが多く、そのような環境で焚き火を楽しむには、焚き火台が必要になるだろう。ネイチャーストーブと焚き火台には明確な違いがあるわけではないが、通常ネイチャーストーブは炊事用、焚き火台は焚き火を楽しむための要素が強い。ほぼストーブ、編集詳細は、ほぼストーブを参照ほぼストーブの対流、ほぼストーブとは、大型の缶の蓋を取り除き、 側面にいくつかの空気穴を開けただけの簡素な焚き木ストーブである。歴史的にはアメリカのボ宝と呼ばれる出稼ぎ労働者が用いていたためにこの名が付いているがバックパッカーにも広く用いられた。缶のみならず筒状の金属であればどのような材料でも製作できるが日本では一斗缶やペール缶を用いて製作されることが多い。熱効率を考慮し 調理も可能なように工夫された保房ストーブは、蒸気外粘図のように缶の縁にも空気穴を形成するように切りかきを設け、燃料の焚き木の下に空洞が形成される、溶化の網などを張って、より効率よく焚き木の熱を利用できるようになっている。ジップストーブ、編集ジップストーブとは、ダブルゼータマニファクチャリングが開発した小型の焚き木ストーブで、シエラの商標名で知られている。 ジップストーブは炭酸乾電池で動作する送風用の電動ファンを備えており、小枝や樹皮、松傘などの小さな木質燃料を強力に燃焼させられ、その放熱量は小型のガソリンストーブの2倍以上の15000バイト TU にも達する強力なものであり、非常に燃焼速度が速く調理中にも頻繁な燃料補給が必要になるほどである。 非常に小型でありながら高性能で、どのような状態の焚き木でも燃やせるため、ジップストーブは多くのバックパッカーから支持を集めた。このストーブを愛用した著名なバックパッカーは、75歳でアパラチアントレールの1シーズン内完全投破を達成したエドガーベイである。ロケットストーブ、編集詳細は、ロケットストーブを参照調理コンロタイプのロケットストーブロケットストーブとは、 断熱された排気管と燃焼管を持ち、焚き木をくべて使用する燃焼機器のことである。煙突効果によって、焚き木を高温に熱して二次燃焼まで行うことで、高効率の熱源となる。典型的なロケットストーブは、J 字型に配置された燃焼管に断熱材を周囲に詰め込んだ簡易な構成で実現できる。設計図や応用例が広く公開されており、 制作は比較的簡単である。このため DIY 技術を習熟していない人でも制作できる。また進化の経験が少なくても比較的簡単に使用することができることも特徴の一つである。簡易式かまど編集詳細はヘッツイを参照日本の自主防災組織に見られる簡易型のかまど日本などの東洋諸国で伝統的に使用されるかまどの中にも一部には 下半式としたものが見られる。大きさ自体は、ほぼストーブと同程度であるが、組み合わされる、調理器具が釜に、ほぼ限定され、その大きさもそれなりに大きなものとなってしまうため、キャンプ用としてもいられることは稀であるが、大人数への米飯の炊き出しが必要な災害時の避難施設や地域の催し物で広く利用されている。詳細は、 プリムスストーブを参照プリムスストーブプリムスとは世界初の加圧式液体燃料ストーブであり1892年にスウェーデンのフラン・リンドクビストによって発明されたその原理はブロートーチをベースにしたケロシンを燃料とするものでありリンドクビストは JV スウェンソンと共に EN プリムス a b を設立してプリムスストーブとして大々的に売り出した プリムスストーブは芝叩く間に世界のポータブルストーブ市場を席巻する大ヒット商品となり、後のほとんどの加圧式液体燃料ストーブの母体ともなった。それまでの灯油ストーブはほとんどは繊維製の芯を用いて、毛細管現象で燃料を火種に供給する構造をとっていたが、真鍮製の燃料タンクを持ち、加圧ポンプでバーナーヘッドに燃料を送り込み、 事故の熱で灯油を気化させながら強力な炎を形成するプリムスストーブの登場は灯油を用いるポータブルストーブの勢力図を一変させてしまうほどのものであったプリムスストーブのバーナーヘッドは灯油が炎の中をループして自動的に気化が促進される構造となっており着火する際にはこのバーナーヘッドを予熱する必要があるこの予熱作業はプレヒートと呼ばれ 主にアルコールやメタルゲヒドなどを用いて行われた。プレヒート作業を経て本着火が終了するとバーナーの熱は次第に燃料タンクにも伝わっていきタンクの熱でタンク内の圧力は常に高い状態に保たれてバーナーヘッドへの燃料供給が継続される。しかし本着火前の燃料タンクには圧力がかかっていないためプレヒート作業前と本着火の際には 燃料タンクに取り付けられた加圧ポンプを操作してタンク内に圧力をかける必要がある。なお、ごく一般的なプリムスストーブには燃料供給を制御するバルブは存在せず燃料タンクの空気弁を開いてタンク内圧力を抜くことで消化する。加圧ポンプで初期ポンピングを行うと自然にバーナーヘッドから燃料が吹き出すため着火工程には慣れが必要である。 またバルブが存在しないゆえに燃料体区内に灯油を残したまま傾向することは難しく、基本的には燃料を使い切るか、バーナーヘッドを外して専用のキャップをはめて密封する必要がある。このキャップが存在しないほど古い機種の場合にはバーナーヘッドを外して燃料を抜かなければならない。初期のものは火力調整はほぼ不可能で、 常に全開火力で燃え続ける製品が一般的であったが、後年に登場したプリムスストーブ系の構造を持つ、灯油ポータブルストーブの中には、燃料供給制御バルブを持つ製品や、よりきめ細かな圧力制御が行える、空気弁を備え細かな火力調整を行えるようになった製品も存在する。プリムスストーブはその構造の乾燥さと完成度の高さから世界中で、 無数の類似品やコピー製品が製造された。日本においては、マナスルや、竹井バーナーのパープルストーブなどが現在でも残る、プリムスストーブ系、ポータブルストーブとして著名である。なお、本来、プリムスを称することができるのは、提携者である、岩谷プリムスが輸入したものだけである。また、韓国では、昭和工業製の超型灯油ストーブが屋台などで、 よく用いられており、一部は日本にも輸入されている。スベア 123RMSRXGK ストーブの模式図液体燃料ストーブのプレヒート19世紀の終わりに登場したプリムスストーブは極地探検家やアルピニストなどにも愛用される液体燃料式ポータブルストーブの代名詞ともなったが、その後20世紀の初め頃からは、 プリムスストーブの構造をベースに燃料にガソリンを用いるものが登場するようになった。こうしたガソリン式ポータブルストーブの中でも最も有名なものは第二次世界大戦中の1942年にアメリカのキャンプ用品製造会社のコールマンがアメリカ軍の要請を受けて開発した GI ポケットストーブであろう。GI ポケットストーブは 摂氏マイナス51度からプラス52度の環境で作動し、なおかつ一区ートのミルク缶に収まるものという、極めて厳しい要求性能を満たして開発されたものであり、従軍記者のアーニーパイルをして戦争におけるもののうち、武器以外での主要発明品は、ジープと GI ストーブだと言わしめるほどの完成度を持っていた。1942年に登場したモデル520は、 後に、モデル530、モデル536と改良を加えられていった。戦後、コールマンは、モデル530を一般販売し、除退して民間に戻った元兵士などを中心に、幅広い支持を集めた。現時点での最終モデルであるモデル536は、朝鮮戦争やベトナム戦争でもアメリカ兵の傾向品として活躍し、 高性能な固形燃料の普及とともに一線の装備品から退りいた現在も軍法出品ショップなどでしばしば見られるものとなっている。コールマンは戦後はガソリン式ランタンをベースにしたホワイトガソリン式ストーブを多数開発。中でもかつて販売していた燃料調整バルブを2系統持つツーレバー構造のものはガソリン式ストーブでありながら非常に細かな。 火力調整が可能で評価が高かった。コールマン以前には、第一次世界大戦末期の1918年に、オーストリアのヨーゼフ・ローゼンタール金物製作所が、当時のオーストリア・ハンガリー帝国軍の要請を受けて、開発したホエーブスストーブが存在し、欧州では長く、こちらが著名であった。コールマンやホエーブス製、ガソリンストーブは、戦車や自動車、 オートバイの燃料として使われるガソリンをそのまま利用できたが戦後ガソリンの多く単価を高めるために様々な添加剤が加えられるようになるとストーブメーカーはガソリンストーブの構造に適した素性を持つホワイトガソリンを広く販売するようになったガソリン式ポータブルストーブの多くはプリムスストーブと同様に燃料タンクの上にバーナーヘッドが取り付けられた構造が採用されており 基本原理そのものは、プリムスストーブとほぼ同じである。しかし燃料に揮発性が高く着火性も良いガソリンを用いることにより、原型の灯油式、プリムスストーブよりもバーナーヘッドや機械機を小型化でき、ガソリンを少量プレヒート皿に取りアルコールを用いることなく、プレヒート作業を行える。このため、ガソリン式、ポータブルストーブは、灯油式、 ポータブルストーブと比較して掃除て小型軽量であり、キャンプの個人装備やハイキングでの携帯ストーブとして広く普及した。燃料に揮発性の高いガソリンを使用するために、プリムスストーブとは異なり、燃料タンクとバーナーヘッドの間に燃料の流量を制御するバルブを一つ備える、レイアウトのものが多く、このバルブを操作して消火も行うことになる。タンク内の圧力を抜いても消火するが、 圧力解放の際に気化したガソリンに引火する危険性が非常に高く通常は行われない。バルブを全閉ざした状態であれば燃料タンク内にガソリンが残っていてもそのまま傾向できる場合が多い。しかし初期のガソリン式ストーブの多くは構造上細かな火力調整が困難であることはプリムスストーブと共通している。加圧式液体燃料ストーブの元祖であるプリムスは 1955年にプリムスストーブをベースに燃料をガソリンとし、ハイキング向けバックパッキングストーブとしての再設計を行ったスベア123を市場に送り出した。スベア123は極限まで構造を簡素化するため、プリムスストーブに装備されていた加圧ポンプすらも省略する事故、加圧式と称する大胆な設計をとっており、プレヒート作業は、 アルコールやガソリンをタンクに直接振りかけて添加するというものであった。このような構成をあえて取ることで構造がさらに簡素化でき、非常に頑丈なポータブルストーブを製造することが可能ともなった。1970年代にプリムスから液体燃料ストーブ事業を受け継いだオプティマスはスベア123の構造をベースに、 ストーブと一体化した金属ケースに折りたたんで内蔵可能な構造としたオプティマス 8R やオプティマス111を開発しスベア123ともども広く人気を集めた。スベア123のような自己加圧式ストーブは小型軽量な反面極めて寒冷な地域ではタンクが冷えやすくタンクの加圧が十分に行われない弱点が存在した。 逆にコールマン加圧式ストーブは寒冷地での信頼性に優れる反面、使用者のミスで過度なポンピングが行われた場合には、タンクに熱が加わった際に破裂する危険性が存在した。このようなタンクバーナー一体型ストーブの欠点を抜本的に解決するため、1970年代の初頭にアメリカの EN ・マウンテンセーフティリサーチが登山専用ストーブと名打つ。 全く新しいデザインのガソリン式ポータブルストーブを開発した。このストーブはバーナーヘッドと燃料タンクが分離され折り曲げることが可能な柔軟性を持った金属製チューブで連結された構造をとっておりバーナーと燃料タンクはそれぞれ分離して持ち運ぶことが可能である。使用中は適宜加圧ポンプでの追加、ポンピングにより 寒冷地での信頼性とタンク加熱に伴う破裂の危険性の回避を両立した MSR 製タンク分離型ストーブは1973年に最初のモデルであるモデル9が登場し今日では市場に販売されるガソリン式ストーブのほとんどがこのデザインを踏襲したものとなっている今日販売されている液体燃料式ポータブルストーブには バーナーヘッドのジェットを交換することで、ホワイトガソリンのみならず、自動車用ガソリンや灯油、軽油やアルコールなどの複数の液体燃料に対応できるものも珍しくはなくなっている。コイルバーナーストーブとは、自然加圧式ストーブの一種であり、燃料タンクにループ状の金属パイプが取り付けられ、この金属パイプ部分をバーナーヘッドとして燃焼を行うストーブを指す。 この形式のポータブルストーブは1939年にスイスで開発されたボルドーバーナーが特に著名であり極めて簡素な構造のために非常に小型軽量である登山用個人蛍光ストーブとして開発された経緯により非常に信頼性が高くスイス軍においては個人蛍光装備としてボルドーバーナーが使用されているプリムス製ガスカートリッジ式 ストーブカセットコンロ、ガスカートリッジ式ストーブとは、燃料に、ブタンやプロパン等の液化石油ガスを用いるもののうち、ガスタンクをカートリッジとして、容易に交換可能な構造としたものを指す。工義の分類では、家庭用の簡易な携帯調理器具である、カセットコンロもガスカートリッジ式ストーブに含まれうる。ほとんどのガスカートリッジ式ストーブの形状は、前述のガソリン式、 ポータブルストーブのデザインに準じており、大きく分けてガスカートリッジとバーナーが一体となるものと柔軟なチューブでバーナーとガスカートリッジが分離された構造を持つものに対別できる。大型のキャンピングストーブの中にはツーバーナー構成をとるガスカートリッジ式ストーブも存在する。なお、ある程度以上の大きさのキャンピングストーブの場合、カートリッジ式ガスではなく、 プロパンガスのボンベを直接つなぐ家庭用ガステーブルに似た構成のものも登場する。プロパンガスボンベは大きく重く携帯用途ではあまり用いられないがオートキャンプなどの輸送手段が存在する場合やバーベキューなどの大火力を要するアウトドア料理などに広く用いられるほか日本ではこのような大型ガスストーブは屋台などでの調理でも広く用いられている。燃料の液化ガスは カートリッジ内部に存在する間は液体であるが、バーナーのバルブが開かれて、バーナーヘッドから大気圧に触れることで、直ちに気化が行われる。そのため一般的に、ガスカートリッジ式ストーブは面倒で経験を要する、プレヒート作業が全く必要なく、マッチの火や電気着火装置の火花など火種となるものを、バーナーに近づけて、バルブを開くだけで、直ちに調理を開始できることが、 最大の特徴である。またガスの流量調整が一つのバルブで非常にきめ細かに行えるので火力の調整も極めて容易であり、最大火力も液体燃料に劣らないほど大きなものである。また液化ガスは非常にクリーンな燃焼を行うのでバーナーヘッドのメンテナンスもほとんど必要ない。ガスカートリッジ式ストーブの登場は ポータブルストーブを使用するための個々人の技術的障壁を一挙に取り除き、ポータブルストーブが登山やハイキングを趣味とする本格的な趣味人以外の一般人に広く普及することに非常に大きな役割を果たしたとも言える。ガスカートリッジ式ストーブは性能面や使い勝手では申し分のないものではあるが、従来型ポータブルストーブに対していくつかの決定的な列位も存在する。 一つは燃料のコストで一般的にアウトドア向けのガスカートリッジは液体燃料などより高価であり詰め替えなどによる容器の再利用も原則としては行われない。またスーパーやコンビニでカセットガスが手軽に手に入る日本とは違い日本国外では交換用ガスカートリッジの入手が難しい場合もあり必然的に単価も高くなる傾向もある。もう一つの欠点は 気温の工程により、器具の熱出力が左右されやすい点である。特に個人向け小型ガスカートリッジ式ストーブに顕著で、あるが、あまりにも寒冷な気候の場合、ガスカートリッジが冷えて、十分な液化ガスの気化が行われなくなり、着火自体が行えなくなったり、十分な熱出力が得られなくなる危険性が存在する。一般的なカセットコンロであれば10度以下で、 性能低下が発生し、5度以下で気化が行われず、使用負荷に陥る。アウトドア向けのカートリッジであれば0度まで利用可能な製品も存在し、極限環境向けとしてマイナス20度でも使用可能なことを謳う製品も存在する。このような環境でも利用する直前に、回路や人肌でカートリッジを温めるなどの工夫で運用を行うことも不可能ではない。 製品次第ではあるが、ストーブ側にカートリッジを温める機構が取り入れられていたりする場合もある。1920年代のツーバーナー加圧式、液体燃料、ストーブポータブルストーブの中には2つ以上のバーナーヘッドを持つツーバーナーやスリーバーナー等の構成を持つものがしばしば存在し、オートキャンプやベースキャンプなどの大人数が集まる場所での調理に用いられている。 古くはプリムスなどから大型のタンクと2つ以上のバーナーヘッドを持つプリムスストーブ式の液体燃料ストーブが存在した。その後、コールマンがスーツケース状の筐体にバーナーを折りたたんで収めることのできる構造のツーバーナーストーブを発売し、卓上での安定性と携帯性の良さから非常に大きな成功を収めた。船舶では前述の無加圧式。 スピリッツストーブが広く用いられた。その後ガスカートリッチ式ストーブの高性能化とカートリッチの高容量化が進むとガスカートリッチ式マルチプルバーナーストーブも登場し専門知識を持たない一般層にもマルチプルバーナーストーブが広く普及する原動力となった。今日では自動車などの輸送手段の高性能化に伴いプロパンガスボンベを用いる。 やや大柄だが大火力を持つ大型マルチプルバーナーストーブも下半型キャンピングストーブの選択肢として一般的なものになりつつある。ありがとうございます。